メルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせの方はメルベジンウェブストアの方にお願いします。本日ご紹介する商品は9月の4日夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。それではまずは、ナイキの T シャツですね。はい、ちょっとタグがね切れてますが、おそらくナインティーズのタグですね。はい、ネイビーにもうシンプルに白のラバープリント、まあひび割れプリントっていうなんか表現ですけど、雰囲気いいと思います。サイズね、おそらく M サイズだと思います。はい、ボディはね状態いいですね。はい、ネイビーボディ、こちらで5800円に消費税ですね。続いて、はい、この胸チャンピオンシリーズ、ちょっと今回、はい、刺繍タグのラージです。白ボディ、はい、これ非常に状態いいです。もう胸にねこうチャンピオンと、はい、ラバーで入ってます。もう定番ですね。はい、結構ね女性にも人気あると思います。はい、ラージボディ、僕はちょうどいいサイズで状態いいですね。はい、こちら5800円に消費税ですね。続いて霜降りの、グレーですね。88トリコの XL になります。はい、これもね、もうラバープリントでチャンピオン。はい、エクストラージでもね少し縮んでます。はい、自分がちょうどね丈もねちょうどいいと思います。はい、後ろも状態いいですね。はい、こちらも5800円に消費税ですね。はい、続いて緑です。はい、刺繍青刺繍タグのラージ、はい、ビリジアングリーンっていうんですかね。はい、ちょっと濃いめのグリーン。はい、ラージ僕がちょうどジャストサイズです。はい、ボディの状態いいです。はい、まあ、プリントちょっとねこう 色あせてる感じも可愛いかと思います。こちらも5800円に消費税ですね。続いて、バータグのミディアム、これ5050ですね。はい、水色の、ボディにネイビーリンガーです。はい、こちら染み込みで1235段ですね。はい、ミディアム表記ちょっと僕は小さいんですが、はい、ボディの状態は5050ですけどね状態いいです。はい、染み込みのねこれプリントやっぱいいですね。はい、こちらも5800円に消費税ですね。続いてアーテックスボディ、はい、ミディアムです。こちらも赤ボディで、はい、ラバープリント、はい、まあ、ひび割れラバーですね。肩にねちょっと黄色いラインが入っててちょっと変わった形です。七分でも、はい、ミディアムサイズちょっと僕は小さいんですが、背中もラバーで42、はい、赤ボディでこちら5800円に消費税です。続いて、プリントはいいですね。ハードロックカフェ、まあちょっとパロッタハードレゲエカフェ、うん、面白いですね。はい、こちらラージボディです。はい、100% コットン、白のラージ、まあちょうどサイズ的には僕がちょうどいいサイズですね。はい、プリントもねあの染み込みで、はい、後ろは白です。はい、まあちょっとプリント可愛いですね。はい、こちら7800円に消費税ですね。はい、続いて映画 T シャツです。はい、トワイライトゾーン、これ83年公開の、ね、ホラー映画です。はい、あのスティーブン・スピルバーグらが、4人監督がね1話ずつなんか作ったっていう映画ですね。まあ、プリントがもう非常にかっこいいですね。はい、XL ボディです。5050ですね。ちょっと黒はね焦ってる感じも雰囲気いいと思います。はい、まあ、プリントがかっこいいです。やっぱり後ろはね無地で、はい、映画 T シャツこちら12800円に消費税ですね。はい、続いても映画 T シャツ、ダークマン、はい、こちらヘインズボディビーフィーの XL になります。はい、こちらね90年公開の、スーパーヒーロー映画、はい、まあタイトルのね、まあ、ロゴがドンと、まあ、シンプルにバランスもねいいと思います。ちょっと X ボディ XL ちょっとゆったりします。はい、あとこれもね少し全体的に色あせてる感じが雰囲気いいかと思います。はい、ダークマン、こちらも12800円に消費税ですね。
続いてこちらも有名ですね、レッドドラゴン。こちら2002年の、はい、公開の映画、はい、ボディがですねちょっとタグが取れてしまってますが、おそらく XL ボディじゃないでしょうか、はい、状態非常にいいです。背中にもドンとプリントが、はい、まあ、あのレクターシリーズの、ね、3作目であの羊たちの沈黙の、あれだね、 FBI クラリスかに出会う直前までを描いた映画、うん、まあ、あの状態はいいです、ボディのかっこいいですね、やっぱレッドドラゴン、うん、こちらも1万9800円に消費税ですね、うん、かっこいいですね、後ろも。続いても映画、はい、ブレイブハート、はい、こちら95年の映画ですね、はい、こちらがサイズがラージサイズ 100% コットンです。はい、これはねあのメル・ギブソン、主演と、ね、あの監督を務めた作品ですね。まあ、あのもう、タイトル名とねこの剣がかっこいいです。後ろはね無地ですね、ラージサイズ、僕がちょうどいいサイズです。はい、ブレイブハート、こちらで1万2800円に消費税ですね、チリパ。はい、続いてこちらも定番です、はい、XL ボディフルーツオブザルーム、はい、フーズドランク、こちらね、ワンウォッシュしてます XL で、はい、ちょっとねまあ汚れがあったのでということで、はい、ワンウォッシュして乾燥機入れてます、少し縮んでます。はい、こちら9800円に消費税ですね。はい、続いてこちらねアンドベルベルジンで扱ってますが、はい、こちらフルーツオブザルームの XL デッドストックになります。こちらねあの有名なピカソ、はい、これねあの窓の前に座る女、はい、1937年の作品ですね、はい、それはもうプリントされてますピカソ、こちら、はい、まあ、ボディはね88と書いてますが、はい、こちら先ほどと同じですね XL なのでちょっと大きめです。まあ、洗って乾燥機入れるとね少し縮むので、はい、ピカソ、うん、まあ、デッドストック T シャツ、こちらで2万5800円に消費ですね、2ゴッパです。はい、もう一つピカソです。こちらも同じフルーツオブザルームの XL ボディ、こちらもデッドストックになります。こちらは、マンドリンとギター、はい、有名な絵ですね、こちら1924年の作品だそうです、はい、まあ、こちらもねピカソ、まあ、書いてます。88年かな、同じく少しだけね若干畳んだところの焼けはあるんですが、まあ洗っていただければ、はい、取れると思います。こちらも XL なのでぜひねちょっと洗って乾燥機入れると雰囲気出ます。はい、まあ、こちらもデッドストックです。同じく2万5800円に消費ですね、2ゴッパ。はい、続いてこちら、リバースイブ、はい、トリコのラージになります。はい、もう襟とかねちょっとボロです。はい、袖も結構こうダメージきてますね、はい、いわゆるボロ系リバース。はい、こちら、染み込みです、染み込み2段、ボストンユニバーシティ。ちょっとね僕ラージサイズ、僕はちょうどいいサイズです、はい、こういったねダメージ系ってねあのやっぱ加工で作ろうにも作れません。でやっぱこれぐらいのいい雰囲気出てるのもねやっぱりあの秋口ちょっとボロ系で着ても可愛いんじゃないでしょうか。はい、グレーボディ染み込みでこちら6800円に消費税ですね。続いても、はい、刺繍のエクストララージ、はい、これもね首元結構ボローっと着てます。はい、こちらでもパープルの染み込み3段、はい、袖口とかもね、まあ、肝っちょ先っちょの方が、はい、ダメージが少しきてます、ボロ系リバース、はい、っていう形でちょっとダボっときてもらえば、 XL ボディなんで僕はね少しダボっとしますけどもね、この雰囲気染み込みのプリントの雰囲気と、まあ、ダメージ感もいいと思います。はい、こちらも6800円に消費税ですね。続いて刺繍のエクストララージ、はい、グレーボディ、こちらはねちょっとだけ襟元に、はい、あと袖とかはね状態いいと思います。はい、ブラウンのラバープリント2段、はい、まあ、プリントはねすごくいいと思います。 XL ボディやっぱちょっとゆったりします僕は。はい、後ろの状態はいいですね。はい、こちらで7800円に消費税ですね。
続いてよいしょ、よいしょ、刺繍タグのダブル XL、まあ、ちょっと大きめです。はい、ちょっと丈がね長く感じますね。ネイビーボディ、はい、ダブル XL、 丈長めです。まああのね、ちょっと女の子は秋口ワンピースっぽく着ても可愛いかなと思います。はい、状態はいいですね、ネイビーボディ。はい、目つきで、はい、こちら7800円に消費税ですね。続いてこちら刺繍タグのダブル XL、 同じくですね。はい、こちらもちょっとダメージ系です。はい、袖口も少しね先っちょダメージきてます。はい、ダメージ系リバース、今度ね黒のラバープリント2段、ひび割れプリントですね。はい、雰囲気いいと思います。まあ、WXL の割にはちょっと縮んでるのかなと、はい、XL ぐらいの感覚ですね。はい、後ろは状態いいです。ちょっとねダボっと秋口着てみてください、ぜひ。はい、こちらも7800円に消費税ですね。はい、黒ラバーです。続いてこちら、チャンピオン、刺繍タグの エクストラージですね。はい、こちらグレーボディは状態非常にいいです。はい、紺のラバー2段ですね。はい、XL、はい、ちょっとゆとりがあります。はい、でボディの状態これ非常にいいですね。はい、まああとこのラウンドのプリントも非常にかっこいいと思います。はい、こちらで7800円に消費税ですね。はい、続いて、はい、こちらトリコのラージ、はい、まあ、パーカーです。まあ、ちょっとね首元少しダメージきてます。はい、でこちらラバープリント2段ですね、オハイオステッド。まあ、このね自体もねなんかちょっと珍しいですよね、ちょこちょこ見かけますが、はい、結構好きな人多いんじゃないでしょうか。まあ、ラージサイズ僕はちょうどいいサイズです。まあ、少しねダメージ系なんですが雰囲気はいいかなと。まあ後ろとかそういったところが綺麗ですね、この首元だけちょっとダメージきてます。はい、こちらで9800円に消費税ですね。はい、続いてパタゴニアのシンチラフリース、はい、こちら、M サイズになります。はい、年代でそんなに古いやつじゃないんですが、こうツートン、はい、パープルで、非常に可愛いかなと。はい、ちょっと僕はね小さいですサイズは。はい、状態は非常にフリースいいですね。はい、こちらで6800円に消費税ですね。はい、続いても、はい、シンチュラフリースのスラップティー、はい、サイズラージになります。でこちらネイビーボディですね。はい、このラージだと僕がちょうどいいサイズですね。はい、まあぴったり着る方もいると思うんですが、まあ、このスラップティーちょっとねゆったり着てあげると、はい、ちょうどよく、まあ、今年なんかもね少しゆったりめで着て可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちら9800円に消費税ですね。続いてこちらは古いバージョンですね。はい、90年、はい、まあ、いわゆるシンチラグリセード、要はリバーシブルですね。はい、こちら黄色ボディで、ね、フリースが、薄めのパープル、まあ、ネイビーですかね。はい、こちらこの中にサイズ表記あります。サイズ、ラージサイズですね、これ多分ちょっと曲がってますけど、ちょっと切られちゃってます。そして、はい、 S0、 こちらは90年ですね、90年スプリング。はい、ここがねこの紙がこんだけ綺麗に残ってるってことは状態いいってことですね。はい、うん、この黄色のねナイロンがね可愛いです。はい、もちろん裏のフリースの方で着ていただいてもいいと思います。ラージサイズちょっと僕言ったりします。はい、シンチュラグリセードですね。はい、こちらで9800円に消費税です。はい、こちらまあねたまにうちにも入ってきます。こちらアンドベルベルジンから持ってきましたが、タウンクラフト、はい、ペニーズですね、サイズラージのプリントネルのガウン。はい、結構ね僕も好きです。チャレンジしたいなっていつも思うんですが、どうしてもねお店の中で着る機会がないです。はい、ただねこれプリントの状態いいのと、このチェック、はい、柄が非常にいいですね。こちら
あのベルトもあります、まあ、ちょうどね秋口 T シャツの上からとか、はい、まあ、こういった薄手の中デニムとね合わせてもかっこいいと思います、はい、こちら7800円に消費税ですね、はい、はい、続いてちょっとね冬物のセーターになります、はい、こちらタグがじゃサイズが36、フィッシャーマンセーターあのポップコーンですね、はい、ちょっとねブルー系の色にちょっとブラウンが混じってるような感じです。36なのでちょっと小さめです。これね女性が着ても可愛いかなと思います。うちねセーターはね自信があります。状態いいです。あとねあの毛玉取りとかもアメリカでしっかりやってきてるので、うちのバイヤーがね父もいつも時期的にはウィーンと綺麗にしてます。はい、状態は非常にいいと思います。こちら6800円に消費税ですね。はい、続いてもフィッシャーマン、こちらもねポップコーンですね、はい、サイズ42、はい、42だとね僕が、ジャストサイズです、はい、もちろん T シャツ上から着ないんで、あのロンティーとかねシャツの上からかなと思います。こちらもね状態いいですね、はい、フィッシャーマンセーターこちらね7800円に消費税ですね。続いても、はい、こちらも、まあ、フィッシャーマンのカーディガンですね、はい、タグがこちら、はい、サイズがラージサイズ、はい、こちらで黒だと思います。黒のこのカーディガンタイプ、はい、自分はねちょうどいいサイズです。ラージサイズ、はい、まあ、黒かっこいいですね、まあ、結構ブラックジーンズだから合わせてもかっこいいと思います、はい、こちらで7800円に消費税ですね、はい、続いてノルディックセーターですね、はい、こちらタグが、はい、ちょっと端っこタグがでこう切れてますが、こちらまあ古いですね、はい、おそらくラージサイズはあると思います、はい、自分も着れますね、うん、やっぱこのね柄も非常に可愛いですし、まあ、ネイビーボディ、はい、非常にいいと思います。こちら9800円に消費税ですね。はい、続いて、はい、もうこの絵を見たらという感じですね、はい、ラルフローレン、ちょっとタグがね取れてしまってます、はい、まあ、でもここにねポロと入ってます。ちょっとねセーターこれ結構ギュッと詰まってます。縮みが出てますね。サイズがおそらく M サイズぐらいかなと、はい、赤ボディで、はい、まあ、スキーのクマさん、はい、ポロのセーター、はい、こちらタグがで欠損してるともあるので5800円に消費税です、はい、安いですね。はい、続いてヴィンテージスウェット、はい、久しぶりですね。タグが欠損してます、はい、ネイビーボディで白のフロッキープリント、はい、おそらくねラージサイズが縮んだサイズ、まあ、今ミディアムぐらいですかね。僕はちょっとちっちゃいです、はい、ネイビーボディのヴィンテージスウェット、まあ、そろそろね、秋口入ると一番あの使える時期が来ると思います。はい、瓶末状態いいです。こちら12800円に消費税です。続いては黒ボディですね。はい、こちらタグがちょっと読めなくなってますが、おそらくミディアムサイズかなと。はい、100箱とのブラックです。黄色のラバープリント2段。はい、ちょっとサイズがねミディアム縮みだと思うんで、まあ、僕は小さいんですが、これ結構ねそれこそ女の子女性が着てもらっても、袖もちょっとね短めなんで袖ちょっとまくってきたりとかするとね可愛いと思います。で黒ボディ少しね全体的に少し色あせてる感じも雰囲気です。はい、こちら60年代で9800円に消費税です。続いてデニムジャケット尽くしです。はい、こちらカートですね。はい、よいしょ。中が、はい、こう裏ブランケット付きです。ちょっとねネイティブ柄になってる、はい、感じですね。ちょっとねタグが、欠損してるんですかね。おそらく XL 以上あると思います。かなりでかいです。はい、まあ、でもデニムのね色の雰囲気は、はい、いいかなと。あとリブなんかもね状態非常にいいです。はい、まあ、ジッパーもねカーハートって入ってます。はい、かなり大きめ、おそらく WXL ぐらいのサイズ感のデニムパーカーですね。はい、こちら9800円に消費税ですね。続いてリーバイスの、サードタイプのボーイズです。はい、サイズがね22っていうサイズですね。はい、メンズで言うとね36ぐらいあると思います。は
まあ、このねスナップタイプのオレンジタブですね。はい、ちょっとデニムのねこの生地の感じも少し違います。ボーイズらしい色です。ブランケット付き、はい、まあ、非常にあったかいですし、はい、まあ、形もねいいです。まあ、後ろもアジャスターついてないタイプですね。はい、まあ、状態は非常にいいです。ほんとワンウォッシュぐらいの程度ですね。はい、こちら9800円に消費税ですね。続いてボアジャケのロングタイプ、はい、こちらサイズが44ですね。44、はい、まあ XL ぐらいのサイズでしょうかね。はい、よいしょ。僕が着てちょっとゆったりします。はい、ロングタイプの下ポケット付きですね。はい、デニムのコンディションは非常にいいです。はい、ちょうど落ち始めて、はい、色落ち感の感じが出始めた感じですね。はい、44、まあ大きめね、非常にいいですね。はい、こちらも19,800円に消費税ですね。19%。はい、続いてもブランケット付き70505ですね。パッチはね欠損してます。襟にね少し、まあ、着た感じのダメージはあるんですが、はい、色落ち非常に綺麗ですね。はい、こちら70505のビッグイー、はい、サイズがねおそらく40ぐらいです。僕が着てジャストサイズぐらいですね。はい、ブランケット付きだとねやっぱ色落ち綺麗です。はい、全体的に縦落ちも入ってますね。70505ブランケット付きビッグイで、こちら15,800円に消費税ですね。15%。はい、続いて結構ね僕も好きなんですがストームライダー、はい、こちらのタグ刺繍タグで、はい、中のブランケット見ていただくとブルーが入ってます。このブルーが入ってるブランケットは50年代 50s ですね。サイズ40レギュラー101LJ ですね。ストームライダーのロット番号です。はい、この 50s のねストームライダー、いわゆるジーンズでいうと、センター黒タグとかね、まあ50年代終わりの方だと思います。この辺のね縦落ちはめちゃめちゃ綺麗です。リーは特にブランケット付きなのでなおさらねこのハッチの巣が綺麗に出てます。はい、サイズ40、僕がねちょうどいいサイズです。僕もね実は結構好きで40ロングっていうのを、ね、持ってます。はい、まあ、冬になるとねたまにやっぱ着たくなりますし、もうザ定番ですね。ストームライダー縦落ち、まあ、縦横になってますけど縦落ちめちゃめちゃ綺麗です。はい、色の風合いいいですね。ちょっとね先端のあたりに少しダメージはあるんですが、やっぱり50年代らしい綺麗な縦落ち入ってます。はい、50年代101ストームライダーですね。サイズ40でこちら39,800円に消費税ですね。39%。続いて最後デニムです。はい、こちら、517のシングルステッチ、はい、いわゆるブーツカットですね。はい、スモールEのシングルです。パッチがね取れてしまってるのとベルトループが多分ね70年代、まあ当時全部外されちゃってます。ただボディのコンディションは真っ赤ですね。濃いですね。はい、こちらね実寸がウエストが31のレングスが36、すいませんめちゃ長いです。ぜひ足の長い方にと思ってちょっと選んでました。コンディションがいいのでね、はい、まあ、このコンディションで履いていくと結構綺麗に縦落ち入ります。ただレングスが36なので、まあ、身長ね190近い方とかね、はい、足の長い方にはおすすめです。はい、もしねあなたベルトループはちょっとね後からつけていただいたりとかリペアしていただく形になります。はい、ただね状態がいいので517のシングルステッチ、まあ、66前期の年代ですね。はい、こちら29,800円に消費税です。29%。はい、そしてダメージジーンズ、はい、こちら505、はい、赤タブがねちょっとギリギリですが505のビッグイです。はい、パッチもうっすらしかね、見えませんが、こちら実寸がね302パチ、はい、505ビッグイで、でもね505ビッグも最近すごい数少ないです。結構綺麗にヒゲも出てて膝クラッシュしてます。下もねちょっとねほどけてるんですが、まあ、こういう履き方で、ね、ちょっとパンクっぽくじゃないですけど履いてもかっこいいかなと思って、はい、そして耳はついてなません。はい、
もう色地の感じがね非常にかっこいいなと、はい、ウエスト30なのでね結構細い方でちょっと丈短めにね履いてもかっこいいと思います、はい、なんかブーツなんかに合わせてね秋口、505ビッグイでクラッシュジーンズ、こちらで39,800円に勝利ですね。505ビッグイです。はい、最後にこちら501の WX 片面です。はい、色落ち綺麗です。センターループの極太、はい、当然ですが片面ですね。はい、サイドステッチが短めのタイプなので、はい、まあ、50年代入ってる年代だと思います。実寸が31の30、はい、レザーパッチは取れてしまってます。ただね、あの色落ち綺麗なのとダメージがねそんなにないです。前のねここのフロントの部分ちょっと擦れてるぐらいで、またもそんなにダメージないです。はい、裾もオリジナルですね、耳付き。はい、実寸3130、僕はちょっとちっちゃいんですが片面です。はい、当たりも綺麗に出てて、まだね色がね薄くなってても生地がしっかりしてます。はい、まだ全然ガンガン履けます。後ろのねアケートがねちょっとステッチが飛んでしまってますが、もうオールイエローで、はい、非常に雰囲気抜群にいいです。はい、50年代501WX 片面3130で、こちら298,000に勝利ですね。29%です。はい、パッチサイズがねおそらく3232、うん、あたりだと思います。はい、じゃあこちら、はい、今日のご紹介は以上になります。ベルベジの方で、買い取り、委託販売を行っております。秋に向けてですね、まあ、あの G ジャンの本の発売も発表されました。10月10日にですねちょっといろいろと僕も考えております。 G ジャンの方のね委託販売買い取りも、強化して行っておりますので、ぜひあのお店の方にお問い合わせいただければ、私が対応いたしますのでよろしくお願いします。